はい、実況させていただいておりますシロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はですね、プレイステーション版のねロックマン5ですね。はい、こちらのね、ミッションモードをねやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。これとこれ残りやりますけど、次これやりますね。決戦ダークマンね。はい、2分43秒ね。あ、間違えた、間違えた。もう勝負勝負しとけよ。やっぱりな、ちょっと避けたけどな、それでも半分になるな。弱点があるんだろうけどな、わかんないからな。あー、どこってんねんボケ。あー、くそ、めっちゃ速い時あんねんのたまにな。はい、さあビート頼むで、ビート頼むで。いい感ないもんな、ないよな。ビートがねどんだけ早く倒してくれるかですよね、これね。もう、おお、倒せた。あと1体ですね。さあ、あ、こっからやんの？こっからなんや。そうなんや、こっからなんや。めっちゃ時間食うやん、これ。まあ3分以内からね、まあ時間はあるけどね。これ最後のダークマンはね、こいつの正体をね。これでも満タンになるからラッキーやな。ヒットポイント回復するからね。そうそう。満タンになるのはラッキーやな。こいつはそんな強くないんでね。あー、間違えた。パク様か、おい。この繰り返しなんでね。あ、間違えた。あ、もう。倒せた。危なかったな、おい。ギリギリや。まあ、これクリアできましたね。新記録やったんや。おう。はい。じゃあ次ね。